一度ください。乗務員から必要な指示がありましたら、その指示に従ってください。ご家人はいらっしゃいませ。ということで Day 6 ベースキャンプ今里プロジェクト、ゲストハウスを作る工事が始まります。こんな感じ。このオンボロが、実はこれ築50年以上ではなくて、昨日知った情報なんだけど、もっともっと長いみたいです。ちょっとなんか地元の関係者に聞いてみて、何年ぐらいなのかもちょっと探ってみながらって感じ。ではちょっとした今どんな感じなのか見せたいと思います。自分がね、ちょっと暗いな。まあ電気もまだ通ってないので、このゴミの量ね。ここが将来大きいラウンジになる予定。あ、こうやってやったらライトが入る。うん。謝ろう。Say hello. Say hello. イエーイ。ね。ここが。あ、This is the 縁側でしょ。This is the 縁側。ね、ここが縁側で。こんな感じで、ここが庭になってます。いいよね、雰囲気ある。これはい、マロ案内して。横なってます。石畳の階段から、で裏はこんな感じ。風呂場もすでに取ってある感じ。やっぱここ面白いね、ここね。壁がある感じね。パパと言ってたのは、ここからここまでが、ここにドアを作って、でここ PC。ああ。でここで、ここからそこまでがワンルームで、さっき頭大丈夫？いや、しゃがまないときついかな。それでここがシングル2つ。これまた見てくる。でシングル2つ、ここ。あ、それで、はい、あと考えてたのは、ここにトイレを置いたんだけど、トイレね、こう、引き出してる、ここトイレで、こうね。ただ、あの、組み取り式だから、ああ、そうだね。あの、詰まるかもしれないから、ちょっと今さら詰めてる。いいね、ここの部屋。うん、で、ここほら、山が見えます。山が。わあ、ナイスビュー。あ、しかもあの有名な煙突も見れたんや。ほら、これが超有名な煙突。いいね、山ビューもありいいの。で、ここが立ち畳で、ここが宿泊、で、ここ、あの上ここ見えるから、こっから見たら、そっちにワンルームありました。あの、シークレットルームね。隠れてたんだ。そうそう、すごいね。ここが、あの、ダブルベッド入れて管理人のって感じね。そうですね。ここはすぐそこが道っていうね。でここに抜きました。危ないね、ここ。ここは部屋でした、前部屋だったの。あ、図面であった。そうで、ここも全部、あの、花が、ここが押し入れだったのね。で、昨日これさ、動けて、キンキンか。
これもちょっと生涯のキッチンね、うん、やばいねこれ。いいでしょ、釜、ま、釜、ま、かまど、おお、すごいすごい、煙突が外に、なるほどね。で、ここがポンプ、うん、おお、で、井戸の水がここにあります。シークレットウォーターね、そこがあるで、これが 4.5 度。はいはいはい。で、する玄関のエアコンってことね。なるほど。お昼休憩。午前、作業終了。今日の午前やったのは打ち合わせもやりました。壁壊すのと打ち合わせ、建築士との打ち合わせ、あとは水関連、電気関連の打ち合わせと業者で、あと釘抜き。インスタグラムのアカウント、ベースキャンプ今里っていうのを作ったので、それでのストーリーで、まあ裏の作業の様子を見せたり。大河内山のね、なんと言ってもいいところはここね、パーキングがただ。午後のアフタヌーンの予定は、今日はまた壊します。壁ガンガン壊します。ガンガン壁を壊して、で屋根裏をもうちょっと壊して、あとは掃除して、まあ、それあれだけ壊してやったらだいぶで、電気が今日通ります。今日泥が運転機だけど無理ですね。そうだね、時間があったらドローン撮って上からの様子も撮りたいなみたいな。なんということでしょう。ビフォー、そして壁抜いて、アフター、めちゃくちゃ光が入ります。話、2階もちゃんと進んで。Je voulais juste changer la prise. Putain, les mecs! 天井をこれ全部木も取って、すごい高いこれ取って、多分ね、大丈夫だ。まあそうしないと外人さんとか無理だもんね。外人さん外人さん180センチぐらいになったらもう無理だね。ヤマンバみたいなのがヤマンバが動いてるみたいな。ということで、明日はデイ7で1階をメインに工事したいと思います。ちょっと見えないかな。そう、囲まれてて、昔はちょっと説明する説明して前からいい、なんだっけ、まあ次回のエピソードで大河内町の、まあ歴史とかちょっと触れても、ちょっとこれやめるわ、カット